昨年大みそかに放送された第74回 NHK 紅白歌合戦第2部午後9時同11時45分の平均世帯視聴率が31.9%で歴代ワーストを記録するなど数字が注目されているが記憶に残るシーンもあったその中の一つに挙げられるのが初出場の3人組ロックバンド1 0フィートのステージだろう写真 歌声だけでなく、繊細なメロディーや歌詞でファンを魅了し続けた千葉雄介さん歌唱曲は、アニメ映画、ザ、um ・ファーストスラムダンクのエンディング主題歌に起用された第0巻。映画やバスケットボール W 杯の映像をバックに熱唱する中、ボーカルギターの拓磨がリハーサルではなかったアドリブを盛り込んだ。感想に入ると、スラムダンクといった後に、ザ・バースデー千葉雄介。 昨年11月に他界したザ・バースデーのボーカルギター、千葉祐介さん、去年55の名前を絶叫。さらにザ・バースデーが歌う同映画のオープニング主題歌、ラブロケットのフレーズも歌い、最後には天に向けて、献敗、するように手を伸ばした。終演後、琢磨は報道陣に対して、緊張しましたが、情熱と感謝を乗せて歌おうと思っていました。 と充実感をにじませていたが想定外の行動に「できんも頭によぎったという元日に更新した SNS では「紅白リハーサル何度もしたのにぶっつけ本番でたくさん叫んでしまいました」と反省続けて直後に NHK の担当の方が舞台袖に待っておられて「できんかな」と思ったらリンクから上がるフィギュアスケート選手を抱きしめるコーチのような顔で褒めてくれました めちゃ嬉しかった、と、キスくらい、クライがあったことを笑顔の絵文字と共に明かした。出禁覚悟のパフォーマンスに SNS 上では、一番鳥肌立った、紅白で泣いたの初めて、忘れることができない紅白になりました、など3時の声が溢れ、生放送ながらライブ感にかけた今回の紅白の中でも印象的なステージになった。読者の皆さんにとって記憶に残ったシーンはどこですか 宮越大輔